でですね、それで先ほど言いました、南米、それからアフリカ、東南アジア、ニューギニア、マダガスカルって5つの、とこですけども、いろんな、違うんですけども、この違いっていうのは、主にこの5つの要因によって、あるいはその5つの要因とその相互作用によってできてきたものです。で、1つは、生物の系統ですね。これを後からこれご説明いたしますけども、たまたまあるところにはある系統がはびこっていて、他の系統が入ってこれないとか、そういうことがあったりします。から2番目はプレートテクトニクス。これは大陸移動ですね。で、そういうものがあります。これも後からご説明いたします。それから過去の気候と海水面変動、これは2番のプレートテクトニクスと関係はしてますけども、それから次に現在の環境、それから過去と現在の人間活動、この大体5つの要因と、それからそれぞれの相互作用によって、この5つの違う熱帯が形成されています。で、例えばこれ、今写真に出ているのはエボシドリという鳥なんですけども、このエボシドリっていうのはなぜかアフリカにしかいないです。アフリカ大陸にしかいない。他のアジアにもいないし、南米にもいない。で、そういうグループっていうのがところどころあるんですね。それが生物の系統の一つの例です。でですね、それでこれプレートテクトニクスですけれども、地殻がいくつかのプレートに分かれていて、で、これはですね、ここに、何ですかね、すいません、つかないですね。ついてます？あ、こっちですね。すいません。ここに日本があります。日本があります。で、日本というのはこういういくつかのユーラシアプレートとかからフィリピンプレートとか、そういうプレートの狭間にあるので、だからこのプレートが、そのプレート同士がぶつかったりするところによって、例えば2011年の、東北大震災のような、そういうふうな大地震が起こったりもしますけれども、で、そういう、こういうプレート、これ独立に、ほぼ独立にこれ動いているので、それぞれ年間10センチ程度動いているというふうに言われてますが、でですね、それでですね、これが今から9400万年前、白亜紀の後期という時代です。で、この頃にはまだいわゆる恐竜もいたんですけれども、哺乳類の仲間もこの頃にはもうすでに現れています。でですね、それで例えばこれが南米で、北米はあんまりまとまってないんですよね。で、アフリカがあって、で、オーストラリアはまだ南極とつながってます、ほとんど。がインドはここにあります。で、これがユーラシア大陸ですけども、こういうふうに今とだいぶ違う大陸の分布をしてます。で、これはもともとこれがゴンドワナ大陸という、もともと一つの、南半球にあった大きな大陸で、で、これが分かれて、それぞれがプレートで移動してきたという、そういう途中なんですけども、で、それがですね、今から1400万年前、中新世中期、この頃に大方今の、哺乳類のグループが出揃っている時代なんですけども、で、こうなってくると今の、だいたい今と似ている感じがあって、これにちょっとつながってなかったりしますけども、ほぼ今インドはもうこっちにユーラシアに来てますから、こういうふうに今の形に近いんですけども、だいたいこの、白亜紀の後期からこの中新世の中期までが、植物の中で被植物ですね、花を咲かせ実をつける植物の仲間と、それから哺乳類ですね。で、これが分化して今の形になってきたというのの大体期を5つにしてます。ですから、この白亜紀後期からその中新世中期ぐらいまでの間の歴史というのが、今のその生物層に非常に反映しています。から、あと、これ降水量です。で、今のこれ、ここにアフリカがあって、インドがあって、で、日本はここにありますけども、ボルネオ、それからスマトラがあって、マレー半島があって、で、ずっと太平洋があって、こっち側に南米がありますけど、中米がありますけども、で、これですね、これ NASA が熱帯雨林の、ね、熱帯地域のその降水量を主に測ったデータなんですけども、これは6年間のデータなんですけども、ですね、で、これ見て、赤い方がたくさん雨が降る。だから、これ毎日1センチぐらい雨が降るっていうのが赤いんですけども、で、この白い部分っていうのは雨が降らない部分なんですけれども、で、こうやって見ますと、
まあ、先ほどアフリカとそれから東南アジア、南米ですが、この3つでまあ微妙に違いますよね。特にまあ1つは大陸の西側に雨が多い。これは偏西風というものがあって、で常に東に西から東にこう風吹いてますから、それで大陸の西側の方に雨が多いんですけれども、東側に少ないんですけれども、でこうやって見ると、まあそれでもアフリカっていうのが一番少なくって、その次に中南米、それから東南アジア一番雨が降るんですね。で今ちょうど今ですけど、今は十数年に1回のエルニーニョです。だから今そのアフリカ、東南アジアは雨が降らなくなって、それで南米の方にすごく雨が降ってます。今年はですね、ペルーやチリの、いわゆる砂漠地帯、ほとんど雨が降らないところで、今年は随分雨が降っているので、随分いろんな花が咲いてるんですけども、そういうことが今エルニーニョに起こってますが、でもまあ基本的にはこの東南アジアに一番雨が多くって、で中南米、それからアフリカが一番雨が少ないという、そういう構造になってます。